雨が？ちょっと雨が降り出しました。突き出したね。もうちょっと水入れていい？なんか本格的に雨になりそうな気がする。天気予報は晴れなんだよ。そうだったよね。なんか本格的な雨になりそうだったからテントの下に避難したんだけど、今度はなんかちょっと日差しが出てきだした。忙しいな。こういう天気が一番難しいよね。で、このさ、なんていうの、レンジでチンするタイプのご飯、を買ってみたんだけどさ、まあこう見ながら考えてたの、このまま熱湯の中に入れるんだったら、18分なんだって、そしたら出来上がるらしくて、18分でできるっていうことは炊き込みご飯もさ、いつもなら蒸らすわけだよ、蒸らして食材を入れて炊き込むんだけど、この場合はもう蒸らさずに べちょべちょなるのっけ。そんなしたら、わかんない、わかんないのよ。私も本当にわかんないのよ。どうしていいか、どうしていいかわかんないけど、どうしていいかわかんないって言うてだって始まらないからやってみよう。今日はお米を忘れたから、このご飯で炊き込みご飯をしたいんだけど、ちょっと今回は何にも調べずに私の勘でいきたいと思います。まずはね、今お湯を沸かしてるんで、家で作ってきた水茶を、まああとちょっとしかないんだけど、なんだってしかないんだけど、ちょっと温まりたいと思います。お腹がめっちゃ鳴る。なんか1時頃まで曇りマークに溜まってんだけど。
1時間後に雨が降り始めます。降り始めてるけども。はい、こんな感じですね。よいしょ。もういいかな、お湯。いかもね。よくない？ちょっといい。うん。ねえ、ちょっとめっちゃ入ったよ。すすが、すすが。でも飲めるでしょ、全然。私の方だし、それも。どんまいとしか言えないの、これは。私は何でも飲める人だから大丈夫。今日のご飯を炊き込みご飯って言ってたんだけど、お米を忘れて急遽ファミマで買ってきたのがこれだったんですね。で、これで炊き込みご飯をしようかと思ったんだけれども、まあ、やっぱりこれはシンプルにこのご飯はこのご飯で食べて、で炊き込みご飯用に持ってきたので、もう野菜炒めっぽいので今日は終わらせようと思います。これがお湯でね、18分って書いてあったから、この状態のまま鍋には蓋をせずに18分加熱してくださいって書いてあるんで、このまま加熱します。なんかパッケージ焼けそう。焼けるかな。こっちにやるか。こっちに。うん。沸騰してきました。もうあと10分ぐらいでご飯は出来上がるんで、ちょっとスキレットでおかずを作っていきます。火が出た。料理してないのに中華料理してるみたいな。ほら。この中に水が入るから、水が入って水が一緒に蒸発した瞬間、油も一緒に取るから、それに火がついてるんじゃない。これもう一旦取ろうかな。こんだけ炒まってればいい。ついてるね、これ。ほいけ。
それ以下ぐらいでもいい。あ、そうだ、うん、何もなくなっちゃった。そんなにあなたのダイエットの意思は弱いの。食べ料理すると本当に何でも美味しそうに見えるよね。うん、だよね。ただ野菜炒めだよ。うん、ただの野菜炒めがめっちゃ美味しそうに ファミリーマートのご飯？そうそう。あ、ファミリーマートの。ファミリーマートの、うん、だそうだね。レンジご飯。食事のかな。18分以上多分。湯がいたっていうか、なんだっけ、熱湯に入れてたんだけど、うん、それでも全然大丈夫。お、ふっくらなったね。うん、ふっくらなった。いただきます。いただきます。うん、まっ。あ、ご飯いいね。めっちゃうまっ。魚食べる？うん。アボカド美味しい。ね、美味しいよね。ご飯置いて。あの。いいよ。うん、おいしい。ほら、味森林浴。ね、撮影してるとね、周りを見渡す余裕ないから。ないよね。例えばね、こうやって見渡すじゃないですか、うん、終わりが。動きたくない病がになるのよね。動けなくなる。普通のキャンプ場もいいけど、かっこいいとこもいいよね。うん。ちょっと雰囲気を変えるにはいいよね。うん、雰囲気を変えるというか、違う雰囲気を楽しめるよ。うん、baby. Oh.
lost you, baby. I said goodbye with tears inside.